まだまだ踊んぞ。藤井美奈です。もう一頑張りできっと夢は叶うよ。Hello everyone, my name is Tofu Beats. Please enjoy 40 minutes live set. Let's go Tofu.
するんだぜ。そんなわけでいきなり岡田さんに出てきていただきました。これならお邪魔しました。今日は次に行くぞ。トーフビーツのサンプリング&エディット講座。イエーイ。そんなわけでトーフビーツです。名刺のライブ最高でしたね。そんなわけで、マルチネ今回東京原点回帰ということで、最初の方のイベントでやってたネタをやりたいと思います。今日は皆さんサンプリングとエディットをマジベンジベンジベンジナウして帰ってください。はい。そんなわけでエディットっていうのはですね、まずこういうやつを言うわけですね。そんなわけで早速今日の課題曲いってみましょう。ドン。メロな感じでいい曲ですね。はい。こちら島野桃江さんでレイトショーって曲なんですけど、この曲が皆さんも知っている人が多いあの曲の元ネタだったりするんですよね。まあサンプルとりあえず切り刻んでみるとこんな感じになるんですが、感じ切れてますね。じゃあこちらのサンプルをちょっと作っていってみるとどうなるかっていうのをやってみたいと思います。こんな感じかなですかね。コンプかけてみましょう。ちょっと跳ねた感じも欲しいですね。あとはリバーブかな。で、ちょっと跳ねさせてからキーを下げていくとこんな感じになるわけですね。なんかここでドラムなんかも出してみてたりしましょうかね。もうちょっとサブにも足していきます。こんだけでだいぶ曲っぽくなってきたんじゃないでしょうか。まあこんな感じで曲ができサンプリング&エディットコーナーどうでしたでしょうか。でもなんとなく物足りないので、こっからボーカルなんか乗せちゃったりして、まだまだ皆さんとダンスしていきます。まあさっきの2005を作るっていう話だったのね。じゃあまあ行かないましょうか。懐かしい歌ですね。
してちょうだいね。つまらない悩みはね、もうどうでもいいんじゃない。
踊ってますか。いやいやいや、止めないよ止めないよ。あ、止まっちゃいましたね。よし行こう。甘い口づけを交わす、歌いたいだけなんですけどね。さあまだまだ踊っててください。リミね、終わることない音楽を朝が来るまで、終わることないダンスを朝が来るまで、終わることない音楽を朝が来るまで、終わることないダンスを朝が来る終わることない音楽を、終わることないダンスを朝が来るまで、終わることない音楽を。
Don't stop the music。
神様よ今夜楽しくしてちょうだいね。つまらない悩みはねもうどうでもいいんじゃない。 Whoa. ミラーボール照らしたない、夜中でも今日は眠らないで、流れ星みたいに輝いてもくらい。いやいや、紹介するとコーラスの池田智子とラブリーサワーちゃんでーす。いやいや、先月ながら2番を私が歌わせていただきます。いやいや、14時の向こう側、時計の針も空回り、でかい雨めちゃ広いけど、君のこと誰より好きさ。素敵な君を誘う口実に立ててミュージック、ドアを開けてそのまた次のドアを開いてみたいのさ。ディスコの神様よ、胸騒ぎももっとちょうだい、夢でも現実でもどっちでもいいじゃない。 Wow. ミラーボール照らしたらいい、夜中でも今日は眠らないで、銀河を飛び越えてもっと高く高く舞い上がれ。 Tonight であろう。第二の分まで踊っていってください、はい、君は知ってるかい、踊らな死ぬことを、電車の中でいるあの人もレンジャーしてかかるメロ、出会って娘の面と触れ合って、 ね、 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 ね、
がまだ知らぬ朝がある。娘は夜な夜な家出して、息子はまだまだ夢を見て、あの子が気になる動画の中、あと少しだから臆病になる。止まってないで転がって踊れ、喋ってない絵の中動くまで、めくるめくミラーボールの手ついて、いでも旅に出ようか、いつかみんなその先に何があるというの。キラキラ光る星の花まで二人踊り明かしたら、もっと ラブリーサマーちゃん、キラサマコちゃん、ありがとうございます。ネクストシュガーズキャンペーン、まだまだ遊んで帰ってください。